はい、タイガーです。というわけで、本日ね、こちら見てください。全部 1.1 倍えぐい。はい、ということでこちら使っていきます。コンバートということで、はい、まあそれはね、この補正でね、コンバート使わざるを得ないですよね、これは。はい、ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。さあ1試合目、フェリア混合ですね。引きはまあぼち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 ということで、まあ、まずリブライできますか。でこれで、まあ、S ゴマとか引ければブラジル X からいけるんですけど、引けなかったらね、まあ、そこまでする必要もないかなみたいな感じで。さあ何を引くのか。ああ弱いな。それはさすがにこっちからか。でここからですよ。まあ相手さすがに変置きか。あ、そっちから来る。これはまあブラジでいいんじゃないですか。ブラジ打ちましょう。よいしょ。相手からしたら非常に嫌な位置ですね、これは。お、そっちから来る。村正引き手。パラサゴン。いや、これはグレムリンの方が出るか。一旦ね。おりゃ。7000ぐらい出せ。あー、出ない。まあ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 。言うてもいい火力です。で、ここで特殊を引かずに忍び切りたいんですけど、そんなことができるのか。バフか。一旦こっち行っとくか。まあそれ発動するんですけど、まあ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 。で相手もカード来るでしょう、おそらく。カード来る。ちょっと待って、なんかそれデバフだね、それ。デバフついてないっけ、そいつ。あ、こいつはデバフついてないやつね。はい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 。いやー、むずいけど、まあ、こっちにしよっか、もう。2v1、頼む、やめて。 OK、 そっちはマシな方。めちゃくちゃマシな方だな、そっち。耐えた。コンボ 1.3 耐えたね、それは。危ねかった。まあ勝ったとはいえ、勝ったとは言ってないけど、なので。うわ、捕食はグロいわ。あ、プロキョンだ。まあてことは、まあここか。一旦ここで6600食らわしとこう。さすがにこれ飛ばないんだよね、どこいても。いや、相手目線ランタン引いたとはいえ、これさすがに飛ばせないんですよ。なんで、まあイシュタルだったら負けかもしれんけど、まあさすがにそんな、まあでも全然ありえるか。ちょっとまずくないか？ちょっとだけまずくないか？けどサリーグでカバーしていくんだよね。これが助け合いでございます。はい。というわけで飛ばしていきましょう。よいしょ。サリーグいらんかったかもしれん。はい。ということで対戦、アザシャ。さあ、続いては、何やったっけ？エントマニか。懐かしすぎて名前が出てこんかったわ。今時ね、みんな捕食マナグリのマシマの方使ってますからね。そういう意味ではちょっと怖さもあるよね。さあ、アイシェ。アイシェ引かれとる。まあ俺も言えんか。
そうやな、忘れとった。俺言えんわそれ。俺言えんかったわ。やるよ。あー、 X から行きてー。めっちゃ X から行きたいんですけど。めっちゃ X から行きたいな、これ。いやー、なしか。仕打ちします。てか相手まんじゅう丸って名前やな。全然あのプロフィールカード見てなかった。本物だったらおもろいけどな。あー、これどうしようかな。グレムリン行った時に、いや、まあ撃つか。これ X 打たれた時にね、コンボ使えない問題出てきそうなんだよな。 60% 以下。いや、いけるか。はい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 。ちょっとバフエグすぎて笑えないんですけど。あ、イシタルだ。まあこれは一旦イシタル打つか。ちなみに今のイシタルが6000強い。さあ、これで相手がどこ行ってくるか。まあ左上 X か。さすがに左上 X か。ああ、なるほど。一枚貸し7000。おっと、おっとっと、こりゃお話変わったな。いや、もう勝負やろ。こんなもん勝負やろ。飛ばされはせんな、さすがに。飛ばされはせん、とりあえず。それだけは言える。はい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 。ゾノバ消された。でもね、これ消されたら消されたら勝ちなんだよな、おそらく。もう村正打つか。うん、これ相手コンボないんでね、ちょっと危険な橋渡りすぎたな今。まあ勝ったか。まあ、ただ相手ね、多分ベルズコンボねしてきたとて、うん、多分村正飛んでるんですよ。うん、今の見る限り。今ので1万何も出るんで、まあ、ということは、まあどっちにしろ実はいい選択だった説あるね。うん、まあ勝ちゃいいんですよ、何でも。まだよ。さあ、ということで、おお、ナイスバトルですね。はい、ほんまに本物だったのかもしれない。はい、ということで対戦、あざしゃ。さあ、神殴りですね。神殴りちょっとしんどいな。ただ引きが強え。でもこれ X から行くわけにいかんな。うん、まあ、とりあえずアッセル打ってエニディジェル打ってみたいな感じでいきます。はい、逆に X から打たれる可能性もあるな。あ、でね、さっきのね、多分本物まんじゅう丸ですね。はい、まんじゅう丸3ってつけた方がいいんか分からんけど、まあまんじゅう丸です。はい、ね、まあそりゃ年上の方にはね、3をつけるのが当たり前なというか当たり前だと思うんですけど、まあ、あくまでね、僕はまだ視聴者なんでね、ただのまんじゅう丸の視聴者なんで、はい。当たる、それだるいな、ちょいとだるいぞそれ。さすがにこっちですけどね。うん、すでに火力がすごいことになってきている。で、なんかすごいことになってるな。すごいこと勝利。俺の手に負えんこと、これはもう手に負えんぞ。すごいことなってる。
旦こっちにしとこう。これね、おそらくだけど相手コンボズドーンってしてくるんで、まあ、角かなかセル取るかな、どっちかなんですけど、おっとそっちから来る、それ上手か、もしかしたら。うわ引きちょっと渋い、引きがちょっと渋いけど、まあ行くしかないか。そうね、いや次の引きにかけてこっちにするか。あ、いい方だ。いや、いい方なのか、そっちは。怪しいものではない。いや、別にどっちでも変わらんか。ただ、こっちとらダブコンなんで、相手消すしかないよね。うん、まあ、これは相手消すしかないでしょう。さあ、ぶん殴られて、ここで何を引けるか。こういうことなのよ。結局こういうゲームなの、今日は。今日はね、うん、勘違いしないで。今日はこういうゲームだから。さあ、ということで、分からしてあげましょうか。コンバートを敵に回したら、しんどいぞー !OK! ということで、対戦、アザシャー。さあ、ラストは、交渉。何だったっけこれ、暗黒か。今一瞬名前が出てこなくてびっくりしたわ。どう見ても暗黒やんこれ。最近ねちょっとねゲームオセロニャをやる時間が減ってきてるんでね、まあそれ受験生なんだからいいことなんですけど、はい、人間としてはねオセロニアの時間を減らせるっていうのはまあ非常にいいことなんですけども、かといってね、こうやって実況していることを含めるとやっぱりね、ある程度はやっとかないとね、いけないっすよね。うん、それは間違いない。ただそれ以上に受験生の自覚を持たなければならないんだよな、本当に。うん、まあそれはね、1年生、2年生と比べたらね、高校3年生になってから勉強する時間だいぶ増えたけどね、まあ、それこそもう、これでオセロニアしてる以外は大体勉強してるんで、まああとまだ部活もちょくちょくやってって感じなんですけど、うん、まあ X からか。ただちょっとランタン光ってるのしんどいな。まあでもリジェルだから序盤からバフ結構強いんで、まあ、そこだけが救いか。残ってくる、そっか、村正弱いんだ、毒効かないんで、一旦殴れるうちに一発プロキオン打っとくか。いけ。さあこれで12000。これさ、これで12000だから、もう一発イシャルとかアステル引いたら飛ばせるし、あれもちょっとそれは話変わったな。あ、ステール本当に引いとった。だからまあ一旦こっちね。一旦こっち打っといて、これでも5200出る。これ相手からしたら相当嫌だよね。ただ、言うても相手の神明もなかなかな火力になってるんで、そこだけ注意しなければならない。で、これ村もさめちゃくちゃ弱いんで、これはね消してもいいね。火力グロい、言うても2000出るね。でこれ村もさね当てられても、アステで飛ばせるんで大丈夫です。これはでも相手目線、まあ村もさに当てて耐えれば勝ちなんでですよね。さあ勝負よ。それで相手は耐えたと思ってるでしょ。いやちょっと待って、一旦落ち着け。これ飛ばんか、さすがに。さっき12000でしょ、さっき2枚返しで12000なら、これ
飛ばしてもよくない別に。いや行くしかないな。これもだってここでやめたところで飛ばせないんで。うれうれ、よーし、気持ちいい。はい、ということで対戦あざしゃ。